皆さんこんにちは。今日はついたて将棋をやってみたいと思います。ついたて将棋っていうのは相手の駒や持ち駒が全く表示されない将棋のことなんですね。まあ、ちょっとやってみればわかると思うんで、まあ、ちょっとね、相手の名前隠すためにここにちょっとねかぶせ物しておきますけども、ですね、相手の駒や相手の持ち駒、そして指し手がですね、分からないんですね。例外的に相手が王手かけた時とか駒を取った時には、それは一応ね、駒取りましたよ、まあ、こっちから見て取られましたよとかね、王手かけられましたよみたいなことは出るんですけども、それ以外は全く相手がどこにね手を伸ばしたかって全く分からない。居飛車なのか振り飛車なのかもわからないし、玉がどこに、相手の王様がどこにいるのかもわからないんですね。だからどこ攻めたらいいのかもすらわからないっていう、そういうちょっと特殊な将棋なんですよね。ネット将棋ならではの特殊将棋かもしれないですね。大手将棋とかさ、取る一手将棋とかね、特殊将棋っていろいろあるんですけど、それは普通の盤でもできるじゃないですか。でもこのついたて将棋っていうのは、本物の盤や駒使ってやるとなるとすごくめんどくさいんですよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、キャプチャー位置をですね、ちょっと考えて、これでいいですね。これでいいと思う。これで OK ですね。はい、です。ちょっと待って。もうちょっとこうしようか。あれ？おかしいな。こうする？ちょっと待って、なんか変だな。こうすればいいのか。はい、ですね、相手の持ち駒が分からないんですね。自分の持ち駒だけは分かるんですけども、で、こちらが指します。で、相手が先手なんで、こちらが指しますね。それでですね、ここに Q って書いてかれてるんですけど、これはですね、反則の回数なんですね。で、相手の持ち駒、相手の駒がどこにあるのか分かりませんから、相手の駒があるところに例えば持ち駒を打ってしまうとか、そういうのはもちろん反則なわけですよ。で、例えば飛車が、例えば今の、例えばここにいますけども、28の位置にいますけど、相手がさ、この辺に、このなんていうのかな、説明難しいな。その駒を飛び越えられないじゃないですか。だから相手の駒があるのに気づかずにその向こうまで飛び越えようとしたりすると、やっぱり反則になるわけなんですよ。で、その反則回数には制限があって、これ9って書いてあるんで、これが0になって、0になった後もう1回反則すると確か負けになるんですよね。まあ、そんなわけでですね、これ三間飛車にしてみましたけども、そっか、ここだけ表示しておいた方がいいのかな。こういう感じでですね、まあ、こんな感じでですね、相手も9なんですね。で、これが0になると、もう次はもう反則ができないという形になってるわけなんですね。で、まあ、こういうふうにやっていくんですけど、ちょっとさ、これ居飛車でね、この飛車先どんどんついてくるっていう手にもなかなか対応しづらいんで、ちょっとここだけついておく？これ普通はこんな手ありえないですけど、相手の飛車先がついてくる可能性があるんで、それを早期発見するためにここにちょっと大丈夫か。で、これもついとくと。いや、ただね、これね、いきなりね、王手かけられたりして、王手の対応を間違えて、それが反則になっちゃって、その反則のせいで負けるってこともあるんで、あんまり王手かけられるの嫌なんですよね。だからね、ちょっとね、攻め一筆返答でもね、良くないと思うんですよ。ちょっと穴熊にしちゃおうかな。この辺でちょっとなっておいて、ちょっとちぐはぐなんですけど、これこうやって取れ、いや、ちょっと一回囲いってみましょう。じゃあちょっと穴熊にしておきまして、ちょっと待って、桂馬跳ねていくか。ちょっとあんまりね、飛車とかね、桂馬ここに来てたのか。これは何で取られたのかな。今、桂馬で取られたのかな。こうやってみますか。いや、ちょっと待って。角を出てみる。
これ桂馬でなんか取られたんですが、ここに来る可能性があるんで、とりあえず金を上がっとくか。で、でだ、ここに行けるかどうか。あ、反則ということはここに駒があるのかな。ここに駒があるということはちょっとこうやっときますか。あら、これも反則か。厳しいな。ここに、じゃあここですか。なんかね、飛車で攻める。あー、駒取られた。ちょっと取り返してみよう。やべえな。あー、取られた。あ、でもね、あまりね、悲観することないんですよ、これ。実はこれで飛車取れ、飛車角取られてもね、そんなにね、あの悲観的になる必要はないんですよね。あ、待って、この辺に来てるな、多分。で、相手の王様がどこにいるのかわからないですから、これちょっと王手、あ、やべえ、王手でかけられたら取られちゃうかな。反則、これ結構ね、反則でね、決着つくことありますよね。ちょっと一回、この辺にやっとこう。ちょっとね、守り固めて相手の反則をちょっと誘発する、形でやっていきたいと思います。これ本来だったら飛車を丸損してるわけですから相当不利なはずなんですけど、そうとも言い切れないのがついたて将棋なんですよね。別に飛車角取られて、もう本当にね、飛車角取られてもそんなに、あ、王手、この辺に王様がいるのか、こっちに来てんだな。ちょっと待って、ちょっとどうしようかな。ちょっと桂馬で一発王手かけて、拠点を作っておきましょう。うん、多分この辺に逃げてるだろうから、この辺に垂らしといて、あ、なんか、あ、この辺に来てるのか。王様がここにいたんだな。多分ね、この辺に逃げた。反則にならなかったってことはここに逃げたわけだから、今度は、あ、ここに行くとまた反則になる可能性があるな。ここついてみる。ちょっとね、相手の王様の位置がだんだん分かってきたんで、ちょ、これで王手になるかどうか。あ、なってないということはこの辺に逃げてんな、多分この辺。よし、これなってみましょう。あれ、王様どこにいるんだろう。あ、あ、馬取られた。いや、まあ、別にいいか。まあ、別にいいでしょう。これ駒もないし、これ相当不利なはずなんですけど、あー、これも取られた。まずいな、これ。まあ、とりあえず、と金たっぷり作っといて。うん。何で取ったのか。香車を1枚取りました。いやー。ちょっとときなんかね、王様がね、なんか入ってきてる、入局してきてる感じがするん。あ、こんなところに来た。あ、なんかやばいかな、これ。とりあえずか。ですね、ちょっと相当不利だとは思うんですけど、ただそれでもまだ負けるとは限らないですから、とりあえず王様、穴熊のあたりをね、これガチガチにしときましょう。またか、なんか来てるな。ひょっとしてこの辺に駒がたくさんあるっていうのが、なんだろう。また歩か。相手歩でさ、こちらの様子探りに来てますよね。ちょっといやらしいですね。このね、歩とかと金を使って、あ、ダメか。歩やと金を使って相手のね、状況を探りに行くっていうのが結構有効だったりするんですよね。やばいな、これ。うわぁ、これでもう相手にさ、王手、あの、王様の位置がバレちゃったじゃないですか。そうすると相手はこの辺にね、集中的に、え、王手、桂馬か。うわー、やばい、これはやばいよ、これはやばい。なんか負けそうだな、これ。詰まされるんじゃないかな。あ、飛車か。
飛車はこの辺に来たんだな。ちょっともうこれちょっと、あー負けた、負けましたねこれは。まあそんなわけでね、まあ、まあこれでですね、このちょっ、まあこんな感じで、まあ、終局するんですけど、ちょっといいですか、こういう感じでですね、まあ、最後にはね、あの全部のね場面、あの局面というか、駒がね表示されるんですね。でお互いどういう手を指したかっていうのが振り返ることができるんですけど、ちょっと見てみましょう。ちょっと待って、こうやって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 、お互い変な手指してるわけ。ああそうか、向かい飛車だったのか。でこうしてして、うん、ああそうか、これはなるべく隙を作る、相手は隙を作らないようにっていう、そういう作戦なんですね、やっぱね。こうやって取って、ああで桂馬跳ねてきたと。で桂馬をぶつけたんですね。でまあ取って取って角出て、これ本当の将棋だったら相当ひどい手ばかりですよ、これ。これもひどいですよね。本来の将棋だったらの話ですけどね。これが王手って言うんですからね。それで逃げてるわけですからね。もう将棋坊主のさ、簡単みたいな将棋ですよね。将棋坊主の練習対局簡単バージョンみたいな、そういうひどいね、指してばかりなんですけど、これがついたて将棋なんですよね。これでね、ちょっとなんかね、ちょっと面白くなったかなと思ったんですけど、このあたりね。ただ全く見当違い。これよくこれさ、相手さ、そうか、ここで王手かけたからバレちゃったのか。なるべくいろんな駒を動かして、相手に駒の位置さ、バレないようにしない、バレないように指さないといけないですね。で、と金作られて、取っ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 て。まあでもこの辺はしょうがないのかな。あ、ちょっと待ってください。ちょっと戻って、これ取って、まあ、ちょっと待ってくださいね。これ取られたじゃないですか。で、まあ、その取られた駒を狙おうと思って歩を打ったんですけど、相手かわしたんですよね。だからこれがまあ、ついたて将棋のテクニックなんでしょうね。取った、何か駒を取ったっていう情報は相手に公開されますから、その位置に駒がいるっていうのは相手にバレちゃうわけですよ。で、そこになってくる可能性があるんで、すぐにその、なんていうのかな、すぐにそのスッと避けといて、相手に駒の位置をね、分からないようにするってことですね。で、駒は取れるかなと思って、こっち、私がこう、歩をね、進めたら、見事にね、スカッとね、空振ってるわけですね。それで、まあ、別のところを指すと。まあ、この辺はもう、相手に王様の位置がもうバレてて、穴熊だなってことはバレてるわけなんですよね。この辺もなんか、もう、確実にこう、バレてましたね、これはね。で、これで負けたというわけですね。はい、ありがとうございました。